にちは、カルタチーズ姉のカパと妹のアコです。今回は山下本気うどんお台場デックス東京ビーチ店さんにやってまいりました。こちらですね、4月8日に新しくオープンしたばかりで、めっちゃ綺麗でテラス席とかがあるの。でも今日はね、あいにくの雨なんでね、ちょっとあれなんですけど、テラス席もすごい、すごいリンゴブリッジが見えるの。今回はそんな山下本気うどんさんで腹ペコ本気うどん対決をやっていきたいと思います。山下本気うどんさんといえば白いねクリームが乗ったおうどんがねすごい有名だと思うんですけど、今回はですねそれではなく讃岐うどんをシンプルに楽しみたいということで、釜揚げうどんをもう最高、こんな美味しいので対決ができるなんてね、もうワクワクです。30分でどれだけ食べれるか対決していきたいと思います。これはスタボー対決ですよね、美味しく食べつつどれだけ食べれるか、たくさん本気楽しみだと思います。釜揚げうどんです。素晴らしい。こちらが温かいおつゆと冷え込みのネギと生姜です。先にいただきますだけしておきます。いただきます。よーいスタート。よし、いただきました。いただきます。うわめっちゃ楽しみ、絶対美味しい。うん、いけやん、こしゅうが。どっちがいいんやろ、ここに入れて冷ましとくか、はたまた普通に食べるか。おいしい、喉越しやば。かわいい、かわいい、やべ、はい、お願いします。よく見て冷ます作戦。お願いします。うわ、熱い、これめっちゃ思うより熱いで、ね、思ったよりめちゃくちゃ熱いですね。これお塩だけで食べれば美味しいタイプのうどん。あ、確かに。息が薄いて、水入れタイプ。つるつる。お願いします。冷たいお出汁に変更します。冷たいお出汁はいかに。お入りください。やばい、甘いお出汁。あったかい、お、本当はまた違う。おいしい。あったかいつゆは鰹がしっかり出るから、おいしい。どっちでお出汁も好きやん。釜揚げでこの美味しさだったらさ、美味しいに決まってるよ。はい、お願いします。ようやく妨害完食。恐ろしい飛び散りをしてます。食べてください。この入れたてスタイル最高すぎやん。結局、釜揚げに取れるなんて。これが溶かしてください。お願いします。薬味も使って、食べるとね、冷たいつゆがあっという間に熱くなるよね。ネギいっぱい入れよう、ネギいっぱい入れよう。楽しみ心合わせるからか。そうよ。おいしい。私の汗見える汗。すごい、こんなバリー描いてる。ネギ最高。食感めっちゃいいね。香りもいい。熱くて
たべた。おお、走ってきたっていうぐらい世界で見て。おかわりください。でもおかわりもらおうが食べたいでしょう。はい、でもさ、これ長すぎやんからさ、吸いやすいですよね。終わりください。吸いください。長さがマックスであります。え、でも赤も同じやんね。ちょっと早い。あ、わかりやすい。終わりください。海が楽しみでいいですね。戦いですけど楽しめてます。めちゃくちゃ美味しすぎ。見えないけど銃で山買いにしな。あ、頑張ってる。優しい。すごいね、テラスがあるから皆さんが応援してくれる。多分すごい光景だと思う。海外の人多いからすごいドン引いた顔でみんな通っていく。タツ、代わりお願いします。皆さん、お店だけだと思って。ずっとさ、同じ食感なのすごくない？冷えすぎて緩い時とかあるやん、たまにお店とかって。それが全然もないのに、それは全然飲み干しが最高なんだ。帰りください。よし、抜いた。そう、帰りください。マネージャーさんがもうあの上選手権のスタッフさんみたいな、素晴らしいこのパック。美味しかった。喉越し
しい、ね、こんなにツルツルで歯切りが良くて、うん、長すぎやんのも私はすごく好き、ね、喉越しぐらいおうどんやった、うん、本当にあったかいうつはそう加藤たちが効いとって、うんうん、で冷たいの私はちょっと甘みが麺で強そうな感じで、うん、すごい美味しくて、うん、薬味も生姜と肉で全然違う風になるから、うん、超美味しかった。釜揚げでさこんだけさコシやったらさ冷たいものとかで締めたらもっと良いやろうなと思った。今回も対決やったからね、うん、釜揚げにしたけどメニューの、ね、数もすごいから食べれるだけ食べてみたいな。ぜひちょっと皆さんにもあの違うメニューをね楽しんで出ました本気物いろんなところに見せるので、そう、うん、皆さん見つけたらぜひやってみてください。結果ここね10まであるんですけどね、そう、ここ10、17と私が1杯おかわりした状態、私は17ぴったり時間通りに完食したということでパッチの上あかれじゃあ今度勝利です。巻き合わせると思ったけど無理やった。美味しかった。やっぱ好きな美味しいやつ。そう美味しいやつね。強い。うん。もう昨日からそううどん食べたから、うん、よかった本当に。最後おかわりしたやつをエンディング終わってからゆっくり食べます。それでは本日の視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。その他 SNS に行ってるのでよかったらフォローお願いします。バイバーイ。スタッフの皆様に感謝、ね、本当にありがとうございます。美味しかった。